活動しております神楽と申します。この度は第16回犬山陶芸祭大賞という大変栄えある賞をいただきまして本当にありがとうございました。昨今さまざまなチームさんの演舞のクオリティがどん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 上がっていって、そしてそれを見てくださるお客様の目もどんどん超えていって、とても厳しい状況下にある中、こうして大賞という賞をいただけたことに誇りを持ち、しかしそれでもなお私たち神楽はこれからも、決しておごることなくひたむきに皆様に感動を与えていただけた、与えていけたらなとそう思っております。今年度の作品である神楽もこうしてお祭りに来てくださる皆様やお祭りを作ってくださる全ての方々に対しての感謝をコンセプトとしております。尾張藩7代藩主徳川宗春公が築き上げた芸どころ名古屋の文化を礎に我々神楽が紡ぐ新しい神楽の世界観をどうぞお楽しみください。今回の犬山陶芸祭を始まりとし、これから始まる暑い夏に向けて私たち神楽はこれからもひたむきに歩んでまいります。ただいまよりお送りする演舞も皆様に感動していただけるよう精一杯心を込めて演舞をご披露いたします。ご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。神楽尾張を照らす新しきしるべ。
ました。たくさんのご声援をいただきまして、本当にありがとうございました。神楽の皆